皆さんこんにちは、今日は眞子内親王殿下と民族教育圏ということでお話ししようと思います。今朝出た記事にまあね、こんなタイトルのものがありました。眞子様、大学選びは失敗か、学習院なら小室さん的な人は一切接近できないっていうね、まあこういうタイトルで、日刊現代デジタルのまあ記事なんですよね。まあこれまあタイトルからも分かるように、まあ大学選びが失敗だったっていうね、まあ国際キリスト教大学に行ったがために小室圭氏と出会ってしまった、行かなかったら出会わなくて問題起きなかったのにみたいな内容だったと思います。ただですね、まあヤフコミを見てもね、なんかそうかなっていうね、疑問を呈するコメントが多かったと思います。まあ確かに国際キリスト教大学に行っていなかったら、まあ小室圭氏と出会うことはなかったとは思うんですよね。しかしその眞子内親王殿下の考え方とかね、まあ感覚ですよね、の深いところで問題があったんじゃないかっていうまあ考えがまあ出ていたんですよね。だからまあ大学選びの前のそのまあ家庭教育の問題なんじゃないのとかね、まあそういう声が出てました。まあ私もまあ同感なんですけど、もっと大きな問題が、より根本的な原因だと思うんですよね。日本という国における教育の問題だと思うんですよね。で、まあもっと言えば民族教育圏の問題だと思います。で、まあこの民族教育圏っていうまあ言葉、あまり聞かない言葉ですよね。で、まあある特定のその出来事のニュースでまあね、見かける程度なんですよね。そのまあ特定の出来事っていうのは、朝鮮学校の補助金とかまあ無償化に関する裁判のまあ記事で見かけるんですよね。で、まあ要はそのね、まあ補助金が打ち切られたとかね、無償化の対象になってないとか言ってね、まあこれはまあ差別だみたいな感じで、そのね、朝鮮学校の生徒がまあ裁判を起こすんですよね。で、その裁判の場で、その、朝鮮人には民族教育権があるとね、私たち朝鮮人には民族教育権があって、だから日本政府または日本の自治体は、朝鮮学校に対して補助金を出したり無償化をしたりすべきっていうね、まあそういう主張をされるんですよね。で、まあそもそも民族っていうのはまあ自決の権利を持つんですね。自分で決めるってね。で、だから独立して何者にも干渉されないんですよね。で、まあお金を出してもらうっていうのはまあね、干渉の一つ、典型的な干渉なんですよね。だからこの民族教育権があるからお金を出せというのはもう意味不明っていうかね、支離滅裂な主張だなと、まあ毎度ね、まあ苦笑せざるを得ないところになります。まあそれはさておき、そのまあ、民族教育圏とは、自らが属する民族が何者なのかを知り、自らの民族に誇りを持って生きていけるようにする教育を施す権利と、まあ、そのような教育を受ける権利のことだと、まあ、私はまあ考えております。で、このまあそのね、まあ先ほど言った支離滅裂な主張ではあるんですけど、自分たちは民族教育権を持っているという意識、そして主張ですね、そういうものを持っていることは見習うべきだと思うし、まあ羨ましくも思うんですよね。なぜなら戦後日本において日本人が徹底的に抑圧され奪い取られたことだからなんですよね。で、まあ、終わったのはまあね、GHQ だけど、まあね、その GHQ の劣化版の、まあ、朝鮮人組織が奪ったという側面も大きいと思うんですよね。で、まあ、その在日朝鮮人の民族教育権の話はさておいて、まあ、日本において民族教育権を持っているのは、まあ、何より日本人なんですよね。で、その、まあ、日本人から民族教育権を奪っている人たちが、そのなんかね、民族教育権を主張してお金を出すというね、まあ、不思議な訴訟を起こしているというね、まあ、不思議な国であるまあ日本ということになります。で、まあ、戦後教育ではですね、まあ、日本人にその民族としての誇りを持たせることを禁忌としてきたんですよね。決してダメっていうね。で、まあ、敗戦国はね、もう叩かれ続ける存在ですよね。
でまあね、もう罪を背負ったもうね、うつ状態でいなければならないみたいなね、そんな感じだったと思います。まあそのね、地獄に落とされた罪人としても永遠のね責め苦を受けるみたいなね形だったと思います。でまあそのまあ罪人というのの罪状はですね、その敗戦国という罪状と、それから反革命罪という罪状の2つがあったと思うんですよね。だからまあ二重の意味で のこの敗戦国っていうのも、要はそのソ連とかね、まあ中国共産党とかを敵に回したっていう意味での、まあ一種の反革命罪的な意味合いがあると思うんですよね。まあいずれにしろその2つの二重の罪人として、まあ戦勝国、まあね、これは自称戦勝国も含むんですよね、とまあね、その革命を目指す勢力の神話を盛り立てるためのまあね生贄になっていたんですよね。それはね、そのとんでもない悪を退治して、その朝鮮民主主義人民共和国を作ったんやとかね、あの中華人民共和国を作ったんやみたいなね、そのためにはそれね、とんでもない悪でもなきゃいけない、その悪の役割をね、まあ押し付けられてきたということなんですよね。まあ領土問題もね、まあ似たような意味を持っていると思います。でまあそのね、日本人にとってはアイデンティティを持つために必要な情報は禁じられるんですよね。でアイデンティティを失わせるような情報はもうね、もうシャワーのようにね浴びせかけるっていう風になっていたんですよね。まあその結果はまあね、絶望と堕落にとらわれた囚人ができるようにまあ意図されていたと思います。でまあそういう状態に追い込まれた人たちがまあね大勢出たと思うんですよね。まあいろんな人がまあ思い浮かぶと思います。でまあそのどんな民族にもですね、その民族の財産となり基盤となる物語があるんですよね。でまあ日本人の場合は古事記がこれにあたると思うんですよね。で戦後教科書からまあ古事記が消えたんですよね。だから日本人と自然をつないで生命力を与える書物、まあそういうね大事なものだからまあね徹底的に隠されたんですよね。でまあそれとは他方ではね、日本軍の悪行というのがねもう強調されたんですよね。で従軍慰安婦の強制連行というのがね、まあ、教科書に載っていたんですよね。でまあこういう事柄は心身の成長段階という意味でも高校までの教科書に載せるには不適切な内容なんですよね。だからまあこれ有害だからこそ、まあ、徹底的に強調されたっていうことになると思います。でまあ、このような教育環境で、まあね、眞子内親王殿下は育たれたんですよね。だからその一通り日本人とは何か、どういう存在かを知った上で、まあ、やはり価値を認めないというのではないと思うんですよね。一番大事なことを知る機会すら与えられず、で知らないまま大人になった結果が、まあ、今の問題だと思うんですよね。だからそのご自身が建国の一族の末裔であること、で日本人の精神的支柱であることで、日本人を一つにまとめる存在であることっていうね、であとまあ日本人が伝えてきたことの成果で、経験的なものを否定した勢力が実現した社会のまあね悲惨さとかね、まあ、そういうものをまあ一切教えられずに育たれたんじゃないかなと思うんですよね。だから今このね、まあ公よりも私を優先するとまあよく言われるんですけど、まあこういう皇室を軽んじる行動に出られるのは、まあそういうものを知らず、かえって軽視することを良しとする教育の結果だとまあ考えます。でまあそういう価値観はですね、まあ今ね教育現場についての話をしてきたんですけど、教育現場だけで教えられてきたわけではないんですよね。日本という国の環境がそういうことを教えてきたんですよね。そういう情報を垂れ流してきたんですよね、まあ、マスコミとか、まあ、言論出版ですよね。全ての情報が流通する環境によってなされる教育がおかしかったんですよね。だからまあ学校で習って、でテレビつけたら同じこと言ってるわ、やっぱこれが本当なんやっていうことになったんですね。まあテレビをつければ一方的な内容の報道とかね、でバラエティとかにもそういう価値観がね忍び込ませてあるんですよね。でまあ新聞とか本もそういうのがまあ出ていたっていうことですよね。だからまあ要は工作員と共産主義者が浸透していた時代だったと思うんですよね。
もちろん、まあ、皇室の方々の周辺にも、まあね、湧いていたということになると思うんですよね。で、まあ、秋篠宮殿下、時子妃殿下、そして、眞子、佳子両内親王殿下は、その、戦後教育の視点から見れば、まあ、優等生、模範だと思うんですよね。そのまあ戦後教育がね、もう悪の根源とした、まあね、天皇と皇室をまあ壊す方向にまあ動かれているように見えるんですよね。で、まあ、小室圭氏とのご結婚問題の原因は、まあ、日本における教育の問題にあると、まあ、私は考えております。だからまあどうすればいいかっていうことなんですけど、やはり、まあ教科書に古事記を復活させる、で、まあ、歴代天皇の事績を教える、で、まあ、歴史教育からイデオロギーを排斥するっていうのが大事だと思うんですよね。で、まあ、その教育現場に限らずね、イデオロギーに基づく経験的世界の破壊の試みっていうのがね、まあ、あちこちで起こっていますよね。まあ、トリエンナーレとかね、ありましたよね。まあ、そういうのに脳を突きつけるというのが大事だと思います。まあ、これが、まあ、小室圭氏に対する反撃になると思うんですよね。で、まあ、眞子内親王殿下は、まあね、今年の秋に、まあ、30歳になられるということで、まあね、このような取り組みを、まあ、始めたとしても、まあ、間に合わないかもしれないですよね。まあ、それでも、まあ、始めるのに遅すぎるということはないと思うんですよね。まあ、遅すぎるけど、まあ、始めないよりはマシっていうことだと思うんですね。まあ、そうしないと、第2、第3、第4、第5の小室圭氏が出てきて、日本は食い潰されることになると思います。では、ご視聴ありがとうございました。